どんどんゴミを僕に入れてくれ。今日はゴミ収集車が街のゴミをきれいにするよ。ダボールうめえ。ディーゼル10が街を汚してるぞ。うわ、事故発生だ。よっと、よし、今日もお仕事頑張るぞ。あ、前から郵便車がやってきたよ。やあ、ゴミ収集さん、今日もお仕事頑張ろう。道路にはいろんな車が走ってるぞ。タクシーにタンクローリー、あ、マクイーンだ。やっほー。消防車にブルドーザー。やあ、ゴミ収集車さん、あ、シェリフとパトカーも走ってるよ。わあ、ヘリコプターまでいるぞ。わあ、まずい、もう9時だ。急げ急げ。よし、ゴミがないか探していくぞ。まずはエレベーターで上に上がるぞ。よし、開いた。いやっほー。上には何があるんだろう。よし、到着だ。あ、ここにはゴミがたくさん落ちてるぞ。よし、一つ一つ拾っていくぞ。黄色のボールに、今度は白のボール、よいしょ。お次はこの赤いゴミも片付けるぞ。よし、どん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 綺麗になってきたぞ。これで最後だ。オッケー。よし、綺麗になったぞ。今度は下を見てみよう。行きまーす。やっほー。大変だ、大きい粘土が落ちてるぞ。うわーわーわー、ひえー。これも危ないから捨てておこう。あ、ここにもゴミがたくさん落ちてるぞ。黄色の風船に赤の風船、オレンジ色の風船も片付けるよ。わあ、もうこれ以上ゴミが入らないぞ。よし、僕たちも手伝うぞ。あ、他のゴミ収集車も駆けつけてくれたよ。ひえー、なんて大きいゴミなんだ。みんな大丈夫か。僕も手伝うぞ。もっと大きいゴミ収集車来てくれたよ。よし、それじゃあ後ろに大きいゴミを入れていくよ。わ、どんどん入っていくぞ。すごいな。よし、バッチリだ。あれ、なんだか上からたくさんガムボールが落ちてくるぞ。誰だガムボールを食べてるのは。ミスフリッターでもないな。うん、違うぞ、誰だろう。ガムボールうめえ。あ、ディーゼル10だ。ほら、ディーゼル10、お菓子は座って食べないとダメだぞ。なんだなんだ、うるさいな。よいしょっと、いてててててて。てよし、逃げるぞ。待て、イヤホー。待て、許さないぞ。みんなすごく早いな。うわー、めちゃくちゃ早いじゃないか。今度は工事現場にやってきたぞ。ひえ、重たいな。ショベルカー、石を集めているよ。ガガ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 、イエーイ。え、ディーゼル10、その先には道がないぞ。大丈夫かな。ゴミ収集車たちも次々に向かっていくよ。そう、まだ追ってくるのか。待てー。わ、なんだこの先。わー、大きなため池だ。助けてー。ディーゼル天命、どこまで行ったんだ。うわー、どこまで続くんだこの道は。うわー、みんな早いな。うわー、事故発生だー。イエー、大丈夫か。ここは立ち入り禁止だぞ。よいしょっと。うわー、ありがとう。おおー、大きいゴミ収集車はクレーンで引き上げるぞ。よいしょっと。ディーゼル10、ゴミをポイ捨てしちゃダメじゃないか。いえ、ごめんよ、もうしないよ。ボス、なんだか大きいのが来たぞ。うわー、すごい暴れてるぞこの魚。よし、ここまで来ればもう大丈夫。ゴミ収集車くんが岩の上を走っているよ。なんだかこの辺はたくさん水たまりがあるぞ。ここには働く車やマックイーンやメーターがいるよ。さーて、出発だ。って、なんだここは。うわー、助けてー。
わあ、消防車くん、大丈夫かい？今助けに行くよ。それ、ああ、わあ、大丈夫か？わあ、いやあ、わあ、メーターまで。このままじゃまずいぞ。誰か助け呼びに行かなきゃ。誰か、誰かいないのか？道路と違って岩がたくさんあって走りにくいな。あ、大きいキャリアカーやゴミ収集車くんがいたよ。やあマックイン、どうしたんだそんな慌てて。何かあったのかい？よし、みんなを助けに行くぞ。みんな大丈夫かな？うわー、とっても走りにくいぞ。えっほ、えっほ、えっほ、みんな待ってくれ。あ、あそこにいるぞ。大丈夫か？よいしょ、よいしょ。よし、僕の上に乗るんだ。よし、ふう、ありがとう、助かったよ。よし、しっかり捕まっておいてね。今度はキャリアカーもやってきたよ。よし、他のみんなはこのキャリアカーに乗せるよ。まずはメーターからだ。よいしょ、よいしょ。今度はパトカーくんを乗せるよ。よいしょ、よいしょ。お次は郵便車だ。消防車くんは上に乗せるよ。よし、これでみんな乗ったね。出発だ。よし、ここまで来ればもう大丈夫。ゴミ収集車くんたちも無事みたいだ。あれあれ、今度はトーマスとパーシーがどっかに行くみたいだぞ。よし、それじゃ行ってきます。僕も行ってきます。パーシーが何かを積んでいるぞ。これは何だろう。あ、ヒロだ。やあパーシー、どこへ行くんだい？やあヒロ、ちょっと魚釣りにね。魚釣り、よし、もう少しだぞ。パーシー、着いたぞ。わあ、青くてとっても綺麗だね、トーマス。お魚さんもたくさんいるぞ。早速、魚釣りを始めよう。よし、たくさん釣るぞ。わ、黄色い魚が取れたぞ。やったー。よし、今度は紫色の魚だ。どんどん行くぞ。また来たぞ。よし、今度は何が釣れるかな。わ、また来たぞ。今度はこの黄色いお魚さんだぞ。わわわ、トーマス、なんだか大きいのが来たぞ。うわ、すごい暴れてるぞ、この魚は。下の方にも何かいるかな。あ、カエルさんを見つけたよ。これはオタマジャクシかな、カエルかな。今度はペンギンにイルカさんもいたよ。かわいいな。この赤いのは何だろう。あ、タコだ。これはニモみたいな色のお魚だ。わあ、トーマス、また大きいのが来たぞ。なんなんだこれは、すごく大きいぞ。パーシー、頑張れ。一体何が釣れるんだ。すごく重たいぞ。うわー、ワニだ。ごめんなさい。ひえー、トーマス、早く逃げよう。そうだね、逃げよう。いたずらしてたのはパーシーとモッハのハット卿ね。お返ししてやる。いやっほー。わっはっはっは。なんでこんなところにいたずら貨車が。ひぃー。わっはっは。今日もこの街ではいろんなところで事故が起こっとるんじゃ。何かいい方法はないかの。ホットハムハット卿、いい考えがあるよ。なん
んじゃパーシー、いい考えとは。スライムを使うんだよ。みんなが事故を起こしそうなところにこのドロドロのスライムを置いておくぞ。いやー、なんだこりゃー。いいパーシー、これは一体何なんだ。やったぞ、大成功だ。こりゃすごい。よし、パーシー、次じゃ次、行くぞー。おーい、今度はここに仕掛けるぞ。ゆっくり飛んでるも事故が多いからの。うわー、なんだこりゃ、一体。イエーイ、大変だ、早くきれいにしないと。パーシー、今度はこの滑り台はどうじゃ。とっても事故が起こりそうですね。今度はこの青いジェルスライムを置いておくぞ。よーし、滑るぞ。トーマスがやってきたぞ。いやほー、なんてこった。お次はヒロだ。お次はゴードンもやってきたよ。ひゃー、ネバネバして気持ち悪い。ヤッホー、スライムは楽しいの、パーシー。ヤッホー、いたずらしてたのはパーシーとトップハムハット卿ね。お返ししてやる。よーし、この中にスライムプールを作るぞ。イエッサー。まずはこの中に緑色のスライムを入れるぞ。ドボ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 。今度はこの青色のスライムを入れるぞ。ぐるぐるぐる。次は黄色のスライムだ。イエッフー、いい感じだ。お次は青のジェルスライムをたっぷり、赤のジェルスライムも入れちゃうぞ。イエッフー。そして混ぜていくぞ。いやー、すごいぞこりゃ。どうなるんだ一体。ほらー、パーシー、トップハム発表、待てー。なんじゃなんじゃ。僕たちはいいことしたのに。待ちなさーい。パーシー、もっと飛ばすんじゃ。よし、グラグラ橋を渡ってなんとか逃げ切るんじゃ。ひー、グラグラだー。あ、なんとか渡れたぞ。で、うわー、落ちるー。ひー、わー、スライム気持ち悪い。わしもスライムまみれじゃ。やった、大成功だ。わー、トーマス、大丈夫？いやー、おいおいおい、大丈夫か？いやー、結局僕たちもスライムまみれになっちゃったー。イガローは前が全然見えないよー。狙います、パーシーとスライムどちらが勝つでしょうか。なんだこりゃー、悪いことしちゃダメじゃないかー。よし、準備完了じゃ。パーシーはこのカラフルボールを隣の町まで運んできておくれ。はーい、わかりました。それじゃあ行ってきます。事故には気をつけるんじゃよ。トップハムハット卿、ただいま帰りました。じゃあトーマス、お帰り。トーマス、お次は隣の町までこの大きな岩を運んできておくれ。わかりました。それじゃあ行ってきます。今のはパーシーにトーマスじゃないか。かっこいいな。おっと、いけないいけない、仕事仕事。あ、あれは洗車場だ。煙や土で汚れてきたからちょうどいいや。綺麗になってさっぱりだ。
よし、今日もいっぱいお仕事するぞ。わあ、ゴミがたくさん落ちてるよ。僕のこの後ろを開けて、よいしょ。ここにあるゴミも、よいしょ。最後はこのゴミだな。よし、オッケー。うんうん、綺麗になったぞ。よし、次の町に行くぞ。お、今度は踏切があるぞ。閉まってないから大丈夫だね。ふぅ、空のフライト最高。ん、なんだ、あそこにいるのはゴミ収集車くんじゃないか。よし、ちょっといたずらしてやろう。このお尻のスーパージェットからこのスライム爆弾を発射発射発射。うわわわわ、前が全然見えないよ。やった、思ったよりうまくいったぞ。楽しくなってきたな。お、今度は吊り橋があるぞ。吊り橋にはこの緑のスライム爆弾をバーンバーンバーン。よしよし、いい感じだ。ん、あ、パーシーがやってきたぞ。一体どうなるんだ。パーシー、スライムの上で粘る粘る、まだ粘ります。パーシーとスライム、どちらが勝つのでしょうか。パーシーのスピードが止まった。うわー、なんだこりゃー。今度はトーマスだ。うわー、うわー、線路の上にスライムが落ちてるなんて聞いてないぞ。スライムまみれだー。うん、疲れたなー。なんとか運び終わるぞ。もうちょっとで隣の町まで着くぞ。いやー、重たかったな。わー、こんなところにゴミ収集車が倒れてるよ。まずいぞ、止まれないぞ。わー、いてててててて、てごめん、大丈夫。うわー、事故だ。僕ももう止まれないよ。イエーイイエーイ。大クラッシュだ。いや、動けないよ。誰か助けて。あ、スーパートーマスくん、大丈夫かい。僕が助けてあげるよ。パーシーも、わー、ありがとう。ゴミ収集車さんも大丈夫かい。よいしょ。わあ、これで大丈夫だ。よーし、みんな無事でよかった。それじゃ、バイバーイ。ありがとう、スーパートーマス。さーて、今度はどんないたずらしようかな。あれ？ほらー！わ、やべ、スーパートーマスだ。悪いことしちゃダメじゃないか。イエーイ！ごめんなさーい。待てー。よし、隣の町に到着だ。こうして、パーシーとトーマスは、なんとか隣の町まで荷物を届けることができました。うわぁ！イエーイ！今日もたくさんの事故！うわぁ！恐竜たちが何かを見つけたみたいだぞ。これはブラックビルだ。よし、早速中を開けてみるぞ。一体何が入ってるんだ。よいしょよいしょ、中に入っているのは、うわこの機関車はディーゼル戦だ。いたずら貨車も入っているんだぞ。ディーゼル戦様のおとりだぞ。どけ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 、邪魔だ邪魔だ、どけどけ。いやはー、よーし、乗ってきたぜ。もっとスピード上げちゃうぞ。キャッホー、ディーゼル戦とっても速いぞ。俺様がこの町で一番仕事のできる一番速い機関車、ディーゼル戦様だ。あれれ、ディーゼル戦の貨車から荷物が落ちてるぞ。よし、出発だ。トーマスもやってきたぞ。ぐる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 、ホンダテールを登って、ヤッホー。わわ、線路の上に何か置いてあるぞ。わぁ、止まれない。イエーイ、トーマス、事故発生だ。
ててなんでこんなところに粘土があるんだ。ハッハー、レボリューション。パッチワーク広場トンネルからやってきたぞ。今日は隣の町までこの貨車を運ぶ予定なんだ。ハッハッハッハー、いたずら貨車もとっても楽しそうだ。よーし、もう少しで沼に着くぞ。ヒロ、一体誰の仕業だ。何も知らないディズニー店が入ってきたぞ。今日も疲れたぜ。早く帰ってシャワーを浴びるぞ。ディズニー店が下り方をどんどん下っていくぞ。あれ、トーマスにヒロじゃないか。どうしたんだこんなところで事故を起こしてるか。そうなんだ、助けてくれ、ディーゼル店。やなこっだ、あったじゃな。あれね、ここでも線路は壊れてるぞ。ディーゼル店がやってきた。うわー、ディーゼル店。ディーゼル店も軽い事故を起こしたぞ。きっとトーマスのヒロを笑ったからバチが当たったんだ。まったく、さっきのディーゼル店はひどかったな。トーマス、気を取り直して隣の町で向かおう。ひえ、トーマスとヒロ向かってきたぞ。よし、下り坂だ。それー、うわー、一体どうなってるんだ。ひえとも仲良く事故を起こしてしまった。今日はディーゼル10のおかげでめちゃくちゃになっちゃったぞ。